左近次竜と、俺の名前だが、字面だけ見るとものすごくお金持ちのいいとこの坊ちゃんに感じる。しかし至って平凡な家庭に育った普通のサラリーマンだ。大学を卒業して就職したハリー株式会社は文房具を製造販売する子会社。俺は書き物が好きだった。作文や読書感想文、全く苦にならなかった。紙にペンを走らせる感覚、滑らかな書き心地の万年筆、そういうものに囲まれて仕事がしたくてこの会社に入社した。仕事は忙しいが、好きなものに囲まれての仕事は毎日が楽しい。ああ、今日も疲れたな。退社して一つ大きく伸びをすると帰路に着いた。残業をしていつもより遅くなった帰り道、お、いたいた。そこには一つの屋台。左近次さん、こんばんは。おお、左近次くん、こんばんは。いつも通り先客がいた。白髪に豊かな白いひげの男性。男性は俺を見つけるなりニコニコしながら手招きをする。今日はずいぶん遅かったね。いや、ちょっと残業してしまいまして。いかんな、竜斗くんみたいな若者、こんな遅い時間まで拘束するだなんて。いや、俺がやっておきたい仕事をやっていただけなんで大丈夫なんですよ、正幸さん。隣に腰掛けていつもの醤油ラーメンを注文する。この人は左近次正幸さん。俺と同じく屋台の常連だ。珍しい名字だったが、まさかの同じ名字の正幸さんと出会い意気投合。こうして仕事終わりに屋台でラーメンを一緒に食べる関係になっていた。挨拶はわざと名字で呼び合う。それがいつものルーティン。竜斗くんは文房具屋さんなんだっけ？ええ、そうなんですよ。実は昔作家になりたくて。へえ、それは高尚な。いやいや、全然何の賞にも引っかからなくて諦めたんですよ。だったら好きな文房具に囲まれて仕事がしたいなと思って。そうかそうか。いやー、さすが同じ左近次仲間。竜斗くんは本当にしっかりした若者だ。注文のラーメンをすすりながら正幸さんがニコニコとする。いつも俺のことを肯定的に受け入れてくれる正幸さんとのこの時間がとても温かくて居心地がいい。わしもな、若い頃は書き物が好きでいろいろな賞に応募したりしていたんじゃよ。正幸さんもですか？奇遇ですね。本当じゃの。わしらは本当によく似ておる。揃いで置かれた日本酒のグラスを傾ける。不思議なことに正幸さんとは趣味嗜好がとても似ていた。左近次という珍しい名字が一緒のこともあって、もしかして遠い親戚かもしれないとすら思えてくる。竜斗くん、今度飲みに行かないか？え、いいんですか？俺もお誘いしたかったんですよ。だったら決まりじゃな。どうかね、突然だが。明日は週末ですし大丈夫ですよ。行きましょう、行きましょう。正幸さんの提案を二つ返事で受け入れると、それじゃあ明日と一足先に正幸さんは屋台を後にした。俺は残ったラーメンと日本酒を片付け、大将に支払いを済ませると、正幸さんとは逆の道に足を向け家路に着くのであった。翌日の仕事終わり、いつもの屋台に向かう道の途中で迎えに来てくれた正幸さんと合流し、連れて行きたい場所があると正幸さん行きつけの居酒屋へ連れて行ってもらった。ここのもつ煮が絶品でな。確かに美味しいですね。おすすめの料理をいくつか注文し箸をつけると、どれもこれも懐かしく優しい味がする。本当に趣味嗜好が似ているなと改めて不思議な感覚になった。竜斗くんは親戚は多いのかね？いいえ、父と母が隣県にいて、二人とも一人っ子らしくて、いとこもいませんよ。俺自身も一人っ子なので、親戚といえば祖父母くらいですかね。わしもここまで独り身できていてな。姉が二人と弟が一人いるが、今や年賀状のやりとりだけじゃよ。
それじゃあ正幸さんは一人暮らしされているんですか？大変ですね。今まで仕事の話や趣味の話などをしてきたが、身の上の話を聞くのは初めてだった。正幸さんはしっかりとした身なりの男性で、とても一人で寂しく暮らしているようには見えない。意外な事実に驚きを隠し得なかった。若い頃はな、それこそたくさんの美女が寄ってきたもんじゃが。想像つきますよ、紳士ですからね。そんなに褒めても何も出ませんよ。ひげを揺らして笑う正幸さんは日本酒を煽った。竜斗君も素敵な人がいたらちゃんと捕まえておかんと、あっという間に女性は心変わりしてしまうぞ。今は仕事が楽しくてなかなか。ほっほっほ、本当に真面目な子じゃな。実際恋人はいないし、気になる人というか、そういう気持ちになる人もいない。仕事が楽しくて楽しくて仕方がないのだ。へえ、それでそんなみすぼらしいジジイと飲んだくれてるってわけかよ。え？突然後ろからかけられた声に驚いて振り返る。そこには高級なスーツに身を包んだ背の高い男性。見覚えがある。ケイトか？久しぶりだな、リュウト。相変わらずしけた面してんな。それは大学時代の同級生である上田ケイトだった。授業が同じで、よく代わりに出席確認しといてくれとか頼まれていた。うまくキャンパスライフを送っていた男。なんじゃ、リュウト君のご友人かね？ええ、まあ友人というほどの関係ではないのだが、ケイトは俺たちをジロジロと見て、それからにやりと笑った。お前、あの貧乏子会社でまだ働いてんのか？だからなんだよ。同じ授業を取ってた俺は一流商社のエリートサラリーマンなのにな。どこで道を踏み外したんだ？ケイトは大声で笑い出した。昔から容姿や金で人を差別するようなやつだったが、大企業に就職が決まってそれがさらにひどくなった。何かにつけて人を見下すその態度は、傍から見ていても気持ちのいいものではない。俺は自分の仕事に誇りを持っている。会社がでかいとか小さいとかそんなこと関係ないんだ。はいはい、強がりおつ。全く人の話を聞かないケイト。男ってのはさ、でかい会社で偉くなって高級取り、それから寄ってくる女の中で一番を選んで結婚して子供二人、タワマンの上の方に住んでってのが最高のステータスだろうがよ。俺はそう思わないけど。なわけねえだろ。なあ、じいさんもそう思うだろ？そうさの。幸せの形は人それぞれじゃからの。いつもと変わらないニコニコとした笑顔で正幸さんが答える。するとケイトは面白くなさそうに表情をゆがめた。しけたじいさんだな。ああそうか、負け組のリュートと気が合うってことは、じいさんも負けまくりの人生か。ケイト、失礼だろ。何がだよ、老いぼれじじいと負け組のリュート、お似合いじゃねえか。ケイト。ああうるせえうるせえ、そんなだからお前は底辺なんだよ。ゲラゲラと大声で笑うケイトは、全くこちらの話に耳を傾けようともしないまま去っていった。なんとも言えない後味の悪さだ。すみません正幸さん、俺の知り合いのせいでなんか嫌な気持ちにさせてしまって。ほっほっほ、気にせんでいいよ。リュート君、君がわしが思った通りの青年であることが分かったから、あながち無駄な時間でもなかったからの。さあ飲み直そうと正幸さんは新しく料理とお酒を注文した。ケイトに何を言われようと、俺は自分が選んだ好きな仕事を思い切りやっていて、人生の先輩に出会うこともでき、とても充実した日々を送っている。それを否定されるとは思ってもみなかったが。リュウト君は今の自分が不幸だと思っておるかの？提供されたグラスを俺に渡しながら正幸さんが問いかける。全くそんなことを思っていなかった俺は全力で首を横に振った。そんなことないです。
きな仕事をして趣味の執筆も続けて、こうして正幸さんという年は離れているけれど何でも相談できる友人もできて、今とっても毎日が楽しいんですよ。それは本心だった。タワマンに住めるようになる見込みもないし、美人からたくさん声をかけられるわけでもない。でも毎日とても充実しているんだ。そうかそうか、ほっほっほ。マサユキさん、いやいや、君と出会えてよかったよ。さあ、明日は休みなんだろ。今日はもう少し付き合ってもらうよ。もちろんですよ。嬉しそうに笑うマサユキさんに習って俺も笑うのであった。翌日、休みだった俺は会社から至急の案件だと呼び出しを受け、急いで会社へ向かった。会社に着くとそこには、ケイト、リュウト、お前。汗だくで入り口に立ち尽くしているケイトがいた。顔色が悪く、かなり慌てている。何をそんなに慌ててるんだよ。っていうか、うちの会社に何か用か。ああ、お前全部分かってんじゃねえのかよ。分かってるくせにそんなこと言うってんなら、お前めちゃくちゃ性格悪いぞ。性格が悪いのは果たしてリュウト君なのかね。聞き覚えのある声が車内から聞こえてきた。中から現れたのはうちの社長と正幸さん。え、正幸さん、どうしてここに。ほっほっほ、まあいわゆるヘッドハンティングというやつかの。ヘッドハンティング、何を言われているのか全く理解できず首をかしげる。社長はニコニコとこちらへやってきた。さあ、今次社長がな、ぜひ君を引き抜きたいと言ってきて。引き抜き、俺が一体。言ってなかったかの。わしは文具大手企業のジーコン株式会社の会長兼社長をしておるんだよ。え、ジーコン株式会社って言ったら高級万年筆の世界的大企業じゃないですか。ほほほ、さすがじゃの。これだけ文房具愛にあふれる君だからこそうちに来てほしいんじゃよ。それに引き換え。正幸さんは笑顔でそのままケイトに視線を移す。自分の会社の最大手取引先社長を把握していないエリートサラリーマンとは聞いて呆れたもんじゃの。その、これは誤解で。しどろもどろしながらどんどん顔面蒼白になっていくケイト。先ほども言ったが、お主の会社との契約は今月いっぱいじゃ。人を見下す態度の営業マンがいる会社とやる取引なんぞありゃせん。いや、その、あれは。どうやら正幸さんの会社はケイトの会社と関係があったらしい。昨日のケイトの態度は正幸さんを怒らせるのに十分なものだった。その結果がおそらくこれなのだろう。わしはな、夢を持ち仕事に誇りを持つ若者こそが時代を担うと思っておる。ステータスとやらを気にする若造よ。先ほどからスマートフォンが鳴っているが、出なくていいのかの。言われて慌ててケイトはスマホを取り出した。おそらく会社からの着信なのだろう。おろおろとする様子は滑稽極まりない。さて、リュウト君、君さえよければなんだがな、うちの会社に来てくれないか。ハリー株式会社の代表として。代表？サコンジ社長はうちの会社と業務提携をしたいとおっしゃってくださっている。そのパイプとして、サコンジ君。ああ、ややこしい。とにかくリュウト君をジーコン株式会社へとお願いされたんだよ。信じられない。マサユキさんがあのジーコン株式会社の社長で俺をヘッドハンティング。恩のある今の会社にとっても悪い話ではない。喜んでお受けします。二つ返事で俺は了承するのだった。ジーコン株式会社へ移動してすぐハリー株式会社との業務提携もうまくいき、仕事の調子は上々。ケイトの会社との契約は打ち切り、新しい取引先との関係も良好。その責任を取り、ケイトは降格処分となり左遷されたらしい。新しい会社で好きな文房具に囲まれ
毎日楽しく仕事をしながら、終業後は正幸さんと屋台のラーメン、俺にとってこの上ない幸せな日々を過ごしているのであった。